ハンフリーズ基地、ハンフリーズ基地、または、キャンプハンフリーズは、大韓民国景気道南部の平沢市北条地区に、ある、在韓米軍の基地で、立山基地に代わり在韓米軍司令部も置かれる、最も重要な基地である。名称は朝鮮戦争中に亡くなった、米空軍パイロットの名前をとっている。ハンフリーズ基地平沢市庁舎の地図。 ハンフリーズ基地のあるところへはもともと1919年に日本海軍が平沢飛行場を開設している。朝鮮戦争の際に平沢飛行場が大拡張され、K-2 という名称で知られていた。1962年、朝鮮戦争で戦死した空軍パイロットであるベンジャミン・ハンフリーズにちなみ、キャンプ・ハンフリーズへ名称変更された。2004年、 すべての韓国内の米軍基地を観光の南へ移動させる行為が韓国政府との間でなされ、米軍司令部も辰山基地からハンフリーズ基地へ移動する。実際の移動はこの合意内容から遅れ、2016年に始まっている。なお、平沢島住地区にはカラス山空軍基地がある。平沢基地移転の経緯在韓米軍の主力部隊移転ソウル北方から南方へ。 ありがとうございます。